はい、こんにちは。中学受験さくならチャンネルの竹谷直樹です。今日は高校国語教科書聞き流し、内田達さんのね、話を複雑にすることの効用という評論文を読んでみましょう。この中学受験さくならチャンネルは、この私竹谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。さあ、では早速やってみましょう。話を複雑にすることの効用、内田達。三人寄れば文字の知恵という言葉がある。これは意見の違う人間が三人集まるともっと良い意見になるという意味ではない。かっこ普通、意見の違う人間が三人集まるとさらに収集がつかなくなる。そうではなくて、私の主張は間違っている可能性があるという前提に立つ人間が3人集まると間違った決定を下す確率が劇的に減少するということを、このことわざは意味しているのである。多分経験のある方はご存知だろうが、私の主張は間違っている可能性があると思っている人間たちが集まると、その議論は大変迅速に進行し、かつ内容は濃密で深厚なものになる。どうしてそういうことになるのか。そういう場合の議論においては、それぞれの論者たちは自説の正しさよりも、むしろ自説の危うさの定量を優先させるからである。私たちはどのようなデータを見落としているか。私たちは状況判断にどれほど主観的な願望を交えているか。という点検が、そのような議論における主な議題となる。私は正しい、お前は間違っているという議論と、私はみんな間違っているのだが、それぞれの間違い方には程度差があるので、一番間違い方の少なそうな仮説に乗ろうという議論では、使う頭の部位が違う。私は正しい、お前は間違っているという議論の立て方をする人間は、自分の立論の整合性と他人の立論の破綻を過大評価する傾向を持つ。一方、未来予測が外れる蓋然性を最小化するための議論では、全員が自分たちそれぞれの主張はどこかに穴があるのかを徹底的に吟味する。それは私はどんな風に賢いかではなく、私はどんな風に愚かであるかに焦点化した思考である。文字の知恵とはそのことをであると私は思う。知性を機能的に行使するというのは、言ってしまえば自動車を機能的に運転するのと同じことである。自動車の試業点検において、私の車は200キロ出るとか、オーディオの音質が素晴らしいとか言ってみても無意味であり、必要なのはノイズがないか、オイル漏れがないか、タイヤは摩耗していないかといった種類のチェックであることは誰にでもわかる。ところが自動車については誰でもそうしていることが、いざ知性を使う段になるとなかなかできないのが不思議である。私の知性のどの辺がうまく機能していないのかを点検することは、私の知性はどれぐらい素晴らしく機能するかをショーオフすることよりずっと優先順位の高い仕事である。本当に適切な知的パフォーマンスを求めている人は、まず己のバカさの点検から仕事を始めるはずである。チャールズ・ダーウィンは、自分の進化論仮説に妥協しない事例は必ずノートに記録するという習慣を自らに課していた。それは自説の正しさを損ないかねないようなデータは、彼の偉大な記憶力をもってしても記憶にとどまらないことを彼が知っていたからである。人間は自分の理説の正しさを損なうデータからは構造的に目をそらし、組織的に失念する。そういうものなのである。それを責めても始まらない。だからデータの管理について中立的であろうと望むなら、決して自説の正しさの証明を優先させてはならない。むしろ私が見落としていることを探し出し、それによって自説を修正し改良し、より汎用性の高い理説に書き換えていくべきなのである。言うのは簡単だけれど、これは誠に困難な仕事であると言わねばならない。しかし、そのような知的態度を保つことによってしか
折り合いというものは成り立たない。折り合いをつけるとか妥協するという言葉の多くの人々はネガティブな意味で用いるけれど、私は妥協というのはかなり高度な知的達成であると考えている。それは A さんと B さんの2人の対立的主張を含んで代表するからではない。そうではなくて、妥協が形成される過程で無言のうちにではあれ、A さん B さんの両方が自分の主張は間違っている可能性もあるということを承認したということを、それは意味するからである。自分の主張は間違っている可能性もあるという前提に立つことのできる知性は、自説を無限に修正する可能性に開かれている。それは今ここにおいて付け入る隙もなく正しい議論を展開する人よりも将来的には高い知的達成にたどり着く可能性がある。文字の知恵というのは、できるだけ単純な話に全てを帰結させるという意味ではない。そうではなくて、対話的なモードを通じて、できるだけ多くのデータを感情に入れるということである。話はどんどん複雑になっていくのである。そして誠に不思議なことではあるが、話がどんどん複雑になるにつれて、話はどんどん早くなる。話を複雑にする方が、話は早い。話を複雑にすることの効用。内田達。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。